届けですナーム。今日はじゃじゃん、武田信玄さんのお膝元、山梨県甲府市に来ております。私がですねレギュラー出演させてもらってる UTY テレビ山梨の夕方ワイド番組すごろくの出演です。毎週来てるんですけど、この後はですね、車で UTY に向かいます。さあ到着しました。ユーバックくんがいる、ここが UTY です。はい、こちらいますね。ドゥドゥン、すごろく。今年の4月から始まった新番組です。中に入ります。毎週月曜日は御仏のぶらり巡礼のすすめというコーナーをやらせていただいてます。はい、ワクワク UTY。 さあでは控室に向かいます。はい、今日よろしくお願いいたします。はい、今日は、コメンテーターが、小林正さん。正さん、はい、はい、今週はオリンピックと私みたいなテーマで、はい、正さんにも聞きますし、木戸さんにも、伺ったりすると思いますので、はい、なんかこう記憶に残るオリンピックのシーン、なんか体操だとかマラソンだとか。山崎さんです。はい、山崎です。今ヘアメイク中です。はい、今日の主食は納豆。納豆ですよね。お腹空いてるんですよ。納豆好きですか？納豆めっちゃ好きです。よかった。今日は3種類のなかなか食べたことない納豆の味を食べてもらうんで、楽しみ。どんな納豆なんですか？は桃醤油スパイスカレー。うわ、美味しそう。あとは生姜マスタード。おお、私あの今昼抜いてきてるんで何でも美味しく感じると思う。あ、じゃあ今日朝から何も食べてないですか？朝だけ食べましたけど。あ、昼は抜いて。そうですね、はい、桃醤油もね、はい、多分昼抜かなくてもバクバクいけちゃう美味しさ。やば、最高。じゃあ食べようかな。ちょっとお腹空いてるんで。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。メイク中です。いつもこのメイクセットを勝手に使ってます。そして私のポニーテールを自由自在に作ってくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうもどうも。隠れない。いつも真面目にニュースを読んでますが、そうです、明るいです。最近ご就任行ってますか？最近ね、ちょっとだけ。でももうこのコロナでなんかあんまり外出できなくって、ちょっとまた行きましょうね、ロケ。行きましょう。行きましょう。仏様に癒されに行きましょう。行きましょう。お疲れ様でした。じゃあリハーサル終わったんで、はい、ちょっと編集室でちょっともう一回 V をプレビューして、はい、ちょっと合わせをしましょう。はい、であとは本番までリハでやったことの練習です。それでは控え室に戻ります。50周年さ、もう皆さん本番モードでピリピリしてます。お疲れ様です。お、今日さ、はい、聞いてるオリンピック、オリンピック、はい、MC の元気さんです。こんにちは。すごろく、すごろく、もうやってないけど誰これやってんの？矢部太郎ちゃんだけど。矢部太郎ちゃんと御仏ちゃんだけだから。なんで終わったの教えてくれなかったんですか？そう、なんかフェードアウトしてた。特に引っかかりもなくフェードアウトしてたのに、俺コロナでちょっとしばらく来てなかった、はい、太郎ちゃんと、はい、御仏ちゃんだけが、はい、まだあるって思って張り切ってこうやってやったけど。恥ずかしい。僕らがポカンとしてた。あったね、それ。急に何やりだしてんだぐらいと思ったけど。はず、取り残されてたって、ね。そう。全く流行ってないし。全く流行ってない。何もわかんない。何もわかんない。みほとけチャンネル普段何をやってるんですか？みほとけチャンネルと層を作ったり。あ、層、早く食べさせてよ、層。いや。層を食べさせる詐欺だからさ。食べさせるって言って。言ってないっけ？言ったかもしれない。どっかで言ってるかもしれないんですけど、ちょっともう諦めてもいいのかな。面倒くさがって番組のスタッフが誰も作ってくれない。2時間煮詰めるんですよ。
あと牛乳をね地味に1本使い切っちゃうっていうのはもったいねえなって思うんですよ、やっぱり。やってる間他何もできないし、何にもできないです、はい、あれは本当自粛始まって、うん、あ、お家で何しようっていうのに最適なんですよ。本当にやることがない時にやるものなんです、はい、やること。どうですか、しばらく経ちますけど MC の急に急に編集点作ったの。びっくりするよ。びっくりましたよ。逆にインタビュー、逆インタビューで、まあ4ヶ月なんで、はい、はい、もう郁美さんなり、はい、カオル子さんなり、はい、で明徳ちゃんはじめ、はい、ゲストの方々が、ね、はい、頑張っていただいてるんで、はい、僕はもう本当にいるだけで大丈夫。そんな、みこしなんで、僕はみこしの上に乗ってるだけでみんな運んでくれるんで、あ、ありがとうございます。いやいやいや、感じですけどね。嘘でしょ、一番下でもうこうやってやってるじゃないですか。いやいや、やってない、やってない。本当にありがたいです。いやいやいや、みほとけちゃんこそどうなんですか。いや、なんかもう日々反省ですね。そう、やる、反省しないタイプに見える。まあ確かにケロッとしてるタイプに見えるけど、はい、あの深く落ち込むことはあんまりないです。でもなんかあれはこうし、あの言葉は無駄だった、どういう時に思うの。ロケの時、ロケも思います。あの言葉無駄だったなとか、うん、ああいう風に締めた方が編集しやすいだろうなとか、うん、結構ストイックなんだ。もう本当もうここがもうこういう決まりの、そうなの、この番組を。でも一晩寝ると忘れちゃうんでしょ。忘れます。でもこんで好きなことをこんな風にさ、レポートでさ、はい、あのロケやらしてくれるなんて最高だよね。最高です。趣味やって、趣味やって、うん、お金もらえる、うん、最高だよ、ね、最高です。最高ですね、はい、なので今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします、はい、では本番に挑みます。特別にスタッフさんがこっそり撮ってくれた CM 中のスタジオの模様をお届けします。はい、プロ野球選手の小林正秀選手です。元ですけどね。元、はい、もうだいぶ前に引退してますけど、いや今日、はい、あのスゴロクに月1レギュラーでいらっしゃって、はい、月曜日です。ちゃんとやらせてもらってます、ね、なんと山梨県出身ということで、はい、大月市出身でいらっしゃって、今度大月にはい、ロケ行くんですね。そうですね、今度ロケ大きなんです、ね、何もないところですけど、盛り上げてきてください。よろしくお願いいたします。一緒に盛り上げて いただきます。よろしくお願いします。もう神々。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい、こっちにもアナウンサーのお二人が、はい、うわー、小田切さんと小田切さんです。みほとけチャンネルですか。みほとけチャンネルです。この UTY 裏密着でした。今日の裏密着、はい、今日のみほとけの仕事っぷりいかがでしたか。いや、もう最高でしたね。お皿を食べるところなんでね、美味しそうでしたよね。やっぱり食レポ頑張ります、うん、でも何よりもだるま大師匠さんのなりきりが素晴らしかった。眉毛とヒゲ、はい、私目指してますから、みほとけさんを。え、本当ですか、はい、え、本当に。じゃあ今度なりきりたい、オフでやりましょうか。オフでプライベートでプライベートでやりましょう。お願いします。じゃあ午後、後半も頑張ってください。後半もお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで終わりました。すべて買います。でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またお願いします。お世話になりました。あ、すいません。これで全て終わりました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、全部終わりました。本番からあっという間ですね。MC のケンキさん、アナウンサーの皆さん、小林正さん、そしてスタッフの皆さん、本当にお忙しいところ対応してくださりありがとうございました。今回お休みでしたが、山木さんというコメンテーターの方もいらっしゃいます。ぜひ UTY のスゴロク見てくださいね。本当に皆さんによくしていただいてます。みほとけのスタジオとロケのトーク力磨いていこうと思います。それでは今後ともよろしくお願いいたします。ナームー。Ha ha 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 ha.